彼女は特別な人形だ。しっかり面倒を見てやれ。いつかは進化を発揮する時が来るぞ。特別な人形は特別な影響を及ぼす。だがその影響で我々に幸運をもたらすか、あるいは厄災を招くかわからない。今回の会議は極秘のものだった。この拠点も含めてな。なのに鉄血があれだけ正確に攻め込むことができたのは、おそらく内通者がいたからだ。重大な発表を行う。調査の結果、データの送受信に深刻なエラーを伴っている人形が発見された。 AR 小隊所属戦術人形 AR15。 我らはあなたがデータをアップロードする際に深刻なエラーを発生させていることを突き止めた。よってこれより通信モジュールをシャットダウンし、尋問のため取調室に連行する。両手を挙げご同行を願うぞ。そんなバカな、何かの間違いだ。黙ってソップ2、あなたには関係ないわ。どんなに騒いだって命令には逆らえないの。でも AR15、私がいないからって任務をしくじらないでよ。ジャンシアーヌ指揮官、状況はどうだ。ん？何があった？つまり人形がこの基地の場所をバラしたってことか。そんなわけない。私たちが情報を漏らすはずないよ。シージュン指揮官、あの人形が本当にメンタルを鉄血に侵されていたのならば、我々は生きてここで話せていなかっただろう。わかってる、言ってみただけだ。しかし基地がバレているというのは事実だ。情報機関もしばらくの間は眠れないだろう。